こんにちは、バンズマシで。よいしょ。はい、これ水仙ですね。こっちが水仙。リコリン、タゼチンとかですね。アルカロイド系の毒ありますね。うん。はい、このチャンネルでは、数学とか物理学とか、科学とかでいろいろ言われてる理論を、まあ、プログラミングで実行してみたり、実際の植物見てみたり、検査機器で測ってみたり、昆虫に聞いてみたりとか、また逆に昆虫からいろんな理論を、まあ、今、実際に、売られてるものとか、いろんな理論を考察してみたりとか、双方向の、こう、行き来をするチャンネルです。よろしかったら見てやってください。食べて30分に下痢とか嘔吐とか出るみたいですね。でこれが今日買ってきたんですけど、このニラとよく似てるっていうことなんですけどね。はい、ニラ、よし、あ、似てますね。よいしょ。こっちがニラですね。で水仙、ちょっと並べてみると、あ、よく似てますね。うん、ニラがちょっと玉ねぎみたいな、とかニンニクみたいなきつい匂いがするんですけど、水仙の方は匂いがしないですね。ちょっと草っぽい匂いがするんですけど、うん、こっちの方が実際匂い嗅ぐとニラの方が毒がありそうな匂いがしてますね。うん、怖いですよね。はい、なんでもそうですけど、いろんなところでスパイしてる人とかはやっぱり、周りに気づかれないように、無味無臭みたいな人が一番怖いですよね。はい、っていうので、はい、しかもこれ水仙、オーガニックですよ。オーガニックでオーガニック好きの人は良かった。はい、ゲート行きましょう。はい、それではザ、ザ・パウリゲートのY ゲート行きましょう。はい、なんか水仙には自己愛ナルシストみたいな花言葉、まあヨーロッパから伝わった花に、まあこういう言葉ありますよみたいな神話とかで作ったような意味合いがあるらしいんですけど、なんか俺よりかこの分野とかこういうので優れた人はいないよとかって言われたことがあって、じゃあハトに負けてる可能性ありますねっつって、ハテナがちょっと出たことがあります。皆さんなんかそういうの言わないようにした方がいいみたいです。はい、じゃあ行きましょう。はい、でちょっと一つ訂正がありまして、ブロホポキュを使ってなんか Y ゲートとかちょっと説明したんですけど、もともとこの Q 自体がその1ビットの、要はこれアルファベータが複素数の範囲の時をこうやって、まあ好きな点選ぶようなのがこれで書けますよ、図としてはこれで、まあこれとこれセットで合体させたら、まあこういう図で、まあ1ビットが見やすくなりますよっていうので作った Q なので、なんかこのゲートでこれを作用させてここに移りますよっていう説明は少しあんまりよろしくないと思ったので、ちょっと省かせてもらいますね、これは。で、なんかこのここからここへとか、1ビットのブロホクキューをちょっとなんかそこの証明とか見たい、証明とか導き出し方が見たいなっていう人は、チャンネルの一番トップの方にその動画がありますんで、そちらを見てもらった方がよろしいかと思います。はい、じゃあ Y ゲート行きましょう。はい、で Y ゲートっていうのは何をしとるかっていうと、よいしょ、ゼロケットを要は複素数 i の1ケットにしてますと。で1ケットをマイナス i の、ゼロケットにしてますと。うん、で X ゲートの時には、まあ Y ゲートっていうのに、じゃあゼロケットを作用させてみましょう、どうなるかとかっていうのをずっとやってたんですけど、なんかまあ同じようなことをこうやってもなので、同じようなことになるので、じゃあ今度はこれやってみますか。Y ゲートを行列で書くとこうです。じゃあブラケット記号で書くとこうなります。なんでだろうっていうのをちょっと
見ていこう、証明ではないですけどこういう風に考えて見ていったらどうですかっていうのをちょっとやりましょう。あの救出キットのあの英語訳は大丈夫だったんですけど、あの日本語訳の文があのちょっと違ってた経緯があるので、まあ何ですか、そういうすごい人でもあの間違えるぐらいなので、あのあれです、あの、うん、練習した方がいいという、まあミスはやっぱこの辺とかよくではないですけど、やっぱありえますよね、数式はどうしても自分では正しく書いてたと思っても、うん、やりますよね。そうですね、はい、この行列を2つにまず分けてやりました。うん、ここら辺大丈夫かな。はい、で多分こういう記号、ここがちょっと意味不明かなってなるので、少し丁寧にじゃあやっていきましょうか。はい、こうですと。でここはベクトルを使ってみた方が少し分かりやすいのかなと思うので、ベクトルを使ってじゃあ書かせてもらいます。こうなります。で多分この変形をもしかしたら初めて見る人がいるかもしれないんですけど、もう結構単純で、これはよいしょ、こいつとこいつをかけたものをこっちに書きます、こいつとこいつをかけたものをここに書きます。なのでまず 1×0 で0になりますよ、 1×1 で1になりますよと。で 0×よいしょ0で0になりますよ、 0×1 で0になりますよ。じゃあつまりこっちがなんかもう一個、例えば2とか3つあったら、こっちに 1×2 が追加されるって感じですかね。はい、うん、です。でまあ書いてやると、そうですね、これはちょっと一旦丁寧に書こうかな、0010と i の0010、こうなので、よいしょ、さっき見てやった01の、うん、でこっちがこれになるかはちょっと自分で確かめて やるといいですね。あのやっぱり自分で確かめて、あのなんか問題解いたりとかしたものの方が頭に残りますよね。なんかクイズ出したりとか小テストとかやった方が学習効率高くなりますよって、あの教えない塾とか、まあなんか検索学習とかっていうのがやっぱ流行りというか、まあ昔からそれが一番あれですよね、なんか一番優秀な人ってずっとなんか自分で問題集解いてましたしね、うん、その人に習ってよかったです。はい、よいしょ、はいっていう感じですと。うん、でまあ数学的にはこうなるっていうのが分かったんですけど、まあ果たして本当にこうなるのかどうなのかっていうのを、まあ例のごとくキュイスキットっていう、まあキュイスキットでじゃあちょっと実行して本当になるかやってみましょう。うん、でガーッとここ Y ゲートの時にちょっとこれは1個ずつ説明したんですけど、 X ゲートの時説明したんですけど、ここが X だったんですね、 X ゲートの時。 Y ゲートの時にはこの赤文字のここ Y だけ変えるだけで Y ゲートが実行できます。 Google コラボもじゃあちょっと一緒に使っていこうと思います。はい、まずまあ別に Google じゃなくてもいいですけど、 Docker とか、まあいろんな Baidu とかどこでもいいんですけど、まあ検索サイトで Google コラボレートリーっていうのを入れてもらうと一番初めに出ますよね、 Google コラボへようこそっていうのが出るので、ここクリックしてもらいます。でファイルっていうのを選択してください。で一番上にノートブック新規作成っていうのが出るので、これを押してもらいます。
はい、でここにまあなんちゃらなんちゃらって出るんですけど、まあでこのコードコードコードってやって、まあ押すと、まあこれまあバババーとまあなんか書いてもらったりとかして、これやります。ゼロゲットの時に Y ゲート入れました。じゃあどうなりますか。本当に I の、 あの1ゲットになるかどうかをちょっと見で、ちょっと時間の節約のためにあのもうすでにあの入れました。でこの PIP あのインストール QE スキットっていうのと、そのまあ from からの分は別コードでちょっと分けといた方がいいです。なんでかっていうと、その理由はインストールするときにビーってなって、あ、結構時間かかりますね。そうですね、こんな感じで、そうですね、はい。なんか鳩の話でちょっと思い出したんですけど、お風呂入ってる時に県外者がいっぱい来とって、あの他の県外者が来るなっていうおじさんが怒ってたんで、あのツバメには怒んないんですかって言われた、あのまたシーンとなったっていう、はい、ちょっとあの、うん、笑ってくれるかなって思ったんですけど、なんかそういうことはないみたいで、少しちょっとコミュニケーション難しいなっていうのをちょっと感じてます。はい、でなんかインストールするとこうガーってこういうのなるので、あのこういうの別に気にならない人はいいんですけど、僕はあんまり好きじゃないので、あのちょっと分けます。で from 以下の文章こうあって、実行してもらうとこう出ますと、うん、こんな感じですかね。はい、そうですね、はい、うん、で実行結果こんなん出ました。うん、うん、J このなんか Python で実行すると、この J っていうのが実は複素数 i のことです。でよいしょ、これちょっとベクトル表記というか普通の表記で書き直すと0ですよ、うん、i ですよってものになります。はい、でよいしょ、書けてあるものの今1個だけこっち外にピョンと出せますよ。ちょっとベクトルの復習があれの人は高校の教科書とかちょっと見てもらってやるといいし、あ、中学校であるんかな、はい、ですね、はい。でこのよいしょ01っていうのは、まあまあ01っていうのは1ケットでしたよね、はい、うん、なってますね。 Y ゲートかますとなりますと、うん、はい、確認できましたと。はい、であのこっちのあの 1ケットでマイナス I0 ケットになるかどうかは、まあもちろんここあの X ゲートで紹介した分の部分のここを Y に変えるだけです。はい、これはあのよかったら皆さん自分で実行してみてください。うん、でまああのなんかまあいいや、また今度やればいいわとかにであのまあ思いますけど、そのかもしかすると Google コラボが明日なんかそのどっかの国からつなぐの禁止とかになる可能性もあるんでね、あのまあこれ量子コンピューターの実機じゃないんで、そういうことにはちょっとならない可能性もあるかもしれないですけど、なんか一部の国からこうつなぐと、あのうちの量子コンピューターが使えませんみたいなのが過去に のあったっていうのが報告というか、まあなんかはい、近い人の話ってまあ実際にまあ、あったのでまあなんかこういうのって多分やろうと思った時にやらないとやらないですし、あのそういう何外部要因といいますか、あの相手が使わせないって言った時にはもう 100% は使えないんで、あのまあまあこういうなんか機会にまあやった方がいいですえいって、はい、あの以上であのニラの話を終わります。はい、あの推薦はあの皆さんあの食べないようにね、あのオーガニックだから健康とかっていうわけじゃないですか、オーガニックの毒もあるんで、あの食べないようにしてください。はい、以上。